クラウドにレコーディングでいいですか？あ、私は普通にこのコンピューターに載せてます。あら。あ、どちらも。OK でしょうか。はい、皆さん、こんにちは。お待たせいたしました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。では、おなじみの ドキドキからいってみたいと思います。手元が見えないんですけど、あら、角度カメラの位置をちょっと
動かして手元見えるといいなと。こういう感じですか。あ、見えますね。あ、見えた。はい、頭ちょっと切れるけど、これだと頭が切れるか、うん、手が切れるかどっちがいい。シャキーン。いや、今のままでいいですか。こんな感じで。あ、それ目手元見えません。あ、見えない。見えない。ああ、なるほど。えい、よいしょ。どうでしょう。もう見えるけど顔が見えない。今度顔が見えない。顔が見えない。難しい。あと少しだけ上かもしれない。あと少しだけ開く。さっきちょうどいいとこだったんだけど、私が動かしたからちょっとやってみて。僕はい、ストップあ、もうちょっと、もうちょっと。もうちょっと。あれ。あ、今、あ、うん、あ、すごい。影の手が。天の手が出てきました。どうですか？手が見えません。手が見えません。手元見えないの。あと1センチ。1センチ。ほんの少し。こんにちは。閉じる。ほんの少しだけ閉じる。ほんのちょっとだけ。あ、キュー。はい、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 いいです。どうですか。いいです。はい。ありがとうございます。もうね。小島さんがこの掛け合いが地味に面白い。そう、もっと上上上下下下ストップみたいなね。なんかこう吸い代わりみたいな。本当に。ね、なんか面白いですよね。ありがとうございます。大丈夫そう。大丈夫そうです。手も見えてない。うん。手も見えますかね。見えてますよ。見えてます。見えてる。大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあね、もう一曲ちょっとね、楽しい歌やりたいと思うんですけども、ほほほという歌をやりたいと思います。知ってますか？ほほほね、とほほじゃないですよ。ほほほですね。楽しい歌ですね。お母さんと一緒とかで歌われた出た歌なんですけど、私はあのこれ、小さい時にですね、レコードで初めて聴きました、うん、で忘れてたんですけど、なんか大人になってから聴いて、あ、こんな歌あったなって思い出して、あの幼稚園でコンサートした時にリクエストもらったんですよ。でほほほって書いてあって、なんだこの歌はと思ったんですけど、あー、これかーみたいな感じですね。確かに楽しい歌だと思って、うん、今日はやってみたいと思います。どういう風に発音するのがいいのか、ほほほですね、きっとね。じゃあ行ってみます。You.
るよっていう人も、このほほほほ、揺れ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 って何ですかね、こう揺れたくなっちゃうようなね、そんな歌詞なんですけども、さてさて、ではね、リクエストに、をいただいておりますので、ちょっと お答えしていきたいと思いますが、ちょっと失礼しますね、マイクにぶつかっちゃった。はい、今日は何をやってみるかと言いますとですね、あ、緊張してきた、ミーシャさんのエブリシングをやってみたいと思います。わあ、緊張する、ちょっと待ってね、やった、原さんリクエストいただいたんですよね。はい、ありました。この曲何か思い出とかあるんですか？え、なんだろう、いや、なんかあのドラマのあの、うんうん、テーマソングというかあれだったんですよね。そうだった、松嶋菜々子さんが出てる。そうです、そうです、松嶋菜々子さんと、うん、だっけ、男の筒井ツインじゃなくて誰でしたっけ、筒井さん、筒井、ちょっとがっちりした感じ。そうですよね。なんかすごい大和なでしこだ。大和なでしこ。そうだそうだ。私ね、ずっと考えてたんですけど、調べちゃえばよかったんだけども、思い出せなくてですね。そうそうそう、うん。いつもあんまりドラマ見ないんですけど、うん、なんかそのドラマ最初見たら、うん、なんか毎回必ず見るよね。へえ。なんか面白いな。こういう、面白く、そう、恋愛いいなみたいな。です、面白かったですよね。面白かったんですよ。わかります、わかります。あの、そう、なんだろうな、もう、なんていうの、なんか、菜々子さん変わっていくんですよね、だんだんね。そう、そう、確かに、そう、面白かった、面白かった。そう、いや、私のこの緊張っぷりもきっと面白いんじゃないかと思いますよ。はい。いやー、ちょっとですね、はい、ちょっとどうなりますか、ちょっとやってみたいと思います。もし間違えたら、間違えたよって笑ってやってください。こっちで勝手に歌ってます。お願いします。あ、そうだよ、じゃあね、あの、私が歌えなくなったら原さんが歌ってください。それはちょっと皆さんに迷惑なので。ではちょっとですね、やってみたいと思います。
ミーじゃん。すごい。初めて。よくこんな長い歌詞を間違えないで歌えるなと思って。すいません、間違えました。はい、間違えました。しれっと歌いましたけど、あ、そう、一番でちょっと、あっていうね、あとでこう、YouTube 見ながらですね、歌詞確認しなくていいです。確認しなくていいです。ない、そこは間違えてます。ありがとうございます。いやー、緊張したー。いやでもですね、本当にこうちょっと2週間かかってしまいましたけれども、うん、やっぱりね、その、まあ、ミーシャさんの歌唱力とですね、まあ、これミーシャさん作られてるんですね、本当にいやーもうただただすごいなーっていう、もうその一言につきますね、うん、そしてどんどんですね、この記憶することとかですね、暗記することがこの退化してきている、この今日この頃いい脳トレになっておりますですよ、本当にね、ありがとうございます。難題を与えました。いえいえいえ、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、もう一曲ですね、やってみたいと思うんですけども、桃色吐息、ね、桃色吐息です、ね、先週高井さんからリクエストをいただいております、高井さん今日聞いてくださってますかね、どうだろう、ね、この曲ね、まあ、私も子供の時にですね、ラジオで聞いたんですけども、なんかね、あ、よくわかんないみたいなよくわかんないこの歌詞っていう感じだったんですけども、なんだろうな、高橋真理子さんの声ね、綺麗な声ですよね、なんかこうハキ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 してるっていうなんか表現っていいのかな、なんかちょっとこうハスキーっぽくて、なんかこうはっきりしてて、色っぽいですね。そう、色っぽいんですよね。まあ、子供の頃はそんな分かりませんでしたけど、色っぽいっていうね、なんですけど、まあ、いつかね、高橋真理子さんの歌も歌ってみたいと思いつつ、あ、初高橋真理子さんかな、これまたね。やっぱね、こうどうしても自分でこう選曲していくと、歌いやすい、曲とかですね、まあ、結局やらせていただくときに自分が歌いやすいような感じになっちゃうんですけども、キーとかね、なんだけど自分のって、まあ、大体こんくらいだろうみたいな感じ、音域とかそういうのも、なんだろうな、自分で、固定しちゃったりするんですよ、こういうこの人の歌がいい、歌いやすいとかね、こういう感じの歌がいいとかね、なんだけど、このなんだろうな、自分自身にとってもこうやってリクエストいただくことによって、新しい可能性を、開いていけるで、なんかすごくですね、毎週ワクワクしながらやらせていただいていますね。では桃色吐息いってみましょうかね。なんか今日はちょっとこう女性のね、心境、なんかこう色っぽい感じでこう歌えたらいいんですけども、ちょっとまあいいやね、そういう柄じゃないんでね、まあいいや、どういう感じなのか早くやれって言うでは、もうね、ブツ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 ね、はい、では行ってみましょう、桃色吐息です。咲かせて咲かせて
止まっちゃいました。あやこさん、あやこさんが止まっちゃいました。ネットワークの調子が悪いのかな。あれ、あやこさんがいた。あやこさんいた。ああ、よかった。大丈夫ですよ。はは、入ってます。あ、はい。なんかね、あやこさん一回止まっちゃって入ってないから今戻ってきました。まあ、大丈夫。あれ、また止まっちゃった。うん、なんだなんだ。ネットワーク状況が急に悪くなる。ね、柿島さんね、こういったことも生放送の醍醐味ってね、優しいお言葉ありがとうございます。ありがとうございます。柿島さん言えばいいのに。言って言って、柿島さん。あれ、あやこさん消えた？うん、いらっしゃいます。あ、いましたいました。大丈夫？なんかあれ、なんか、あやこさんを、なぜか。あ、います？聞こえます？聞こえます。あれ？あれ？いなくなっちゃった。あ、聞こえます。あの、ビデオが、ビデオが停止になってしまう。お声は聞こえます。あ、出てきた。出てきました。出て。はい、再登場のあやこさんでございます。はーい、ちょっとあの魔力で切れてしまいました。お帰りなさい。女の力強すぎましたね。女力、女子力、女力、女子力がちょっと強すぎました。いいです。イエイ。あ、気を取り直してもう一回行ってみましょうか。切れちゃうねえ。もういい、また切れるかもしれない。あれ、あ、最後。じゃ あどうしよう、もう一回やってみますか。もう一回やってみますか、ね。はい、気持ちよくね、歌ってた人もいたかもしれないよ、ね。確かに確かに。参加してってね、うん。浅野先生なんてなんか気持ちよさそうに歌ってた、ね。あ、そうですか。浅野先生一緒に歌いませんか。あれ、でも浅野先生も消えちゃったかもしれない。あ、消えちゃった。消えちゃった。いらっしゃらないかも。そうですね。あ、消えちゃった。うん。消えちゃった。皆さん、ね、うん、そう。生放送ならではですね。ね、本当ですよね。うん。ではでは、またお願いいたします。はい。では、では、いきますね。よいしょ。ちょっと待った。いきます。あ、ちょっと待って、音声、待って、音声停止。ピンポン。はい、では行ってみたいと思います。気を取り直して、桃色吐息です。
あやこさん、はい、高井です。あ、高井さん、ありがとう。ありがとう。こっちこそありがとう。めっちゃ嬉しい。いや、高井さんはこの曲なんか思い出とかあるんですか？思い出はないけど、どこが好きとか。どこが好き？もうなんか曲のメロディーとかが好き。いいよね。そうそうそう、思い出とかはないけど、めっちゃなんか好きな曲。うん、わかります。うん、ね、こうサーカスエーテ、サーカスエーテってずっと耳に残るよね。そうそう。うん。なんか、やっと歌えるようになりました。そういうお年頃。そうですね。そう。毎日どうしてます？どうしてます？まだね、そないに。外にもね、ほんまに何やろ、スーパー行くぐらい、まだ自分が欲しいものは買いに行けてない。そうだよね。そうそうそう。不要服とか買って、どこ行く？行けるん？と思ったらなんかやめとこかみたいな。そうだよね。そうそうそう。ね、洋服、うん、洋服買いたいよね。買いたいのよ。買いたいの我慢してるんだけど、買って。買って出ていけるみたいな。どこ行きたい？どこ行きたい？なんかね、海行きたい。海いいですね。泳ぐんじゃないよ、眺めてる。そう、私もね、そう、ずっと思ってんの。なんか海行きたいの、眺めに行きたいって。そう泳ぐのはね、しょっぱいから嫌なんだけど。眺めに行きたい。そうそう、ね、あの歩いていくわけにもね。そうそうそう、行かないしね。そう、うん、ね、まだね、こう交通機関を使って。そう、もう堂々と海みたいな感じではない。そうないからね。ね、まあそれをちょっとね、楽しみに、楽しみに、あのお互いに頑張って過ごしましょう。ありがとう、ほんまにね。ありがとうございます。またね、リクエストください。はい、了解しました。ね、ありがとうございます。はい、はい、ね、こうやって、うん、お話できるのがとっても楽しいですね。ね、今日で明日か、5月は31日までなんですね。うん、ね、いよいよ6月ですよ。ね、まあ、6月といえば梅雨じゃんみたいな。梅雨じゃん、そう、アジサイじゃんみたいな、もうね、そんな感じですけども、まあ、6月になったら、ちょっと6月がで歌詞に出てくる歌を やりたいなと思ってます。なんかあるかな？ね、5月はあの風よ吹け吹けやりました。ね、5月の空にはっていうあの歌詞が出てきましたけども、6月が歌詞に出て
したりタイトルに出てくる曲、ね、もし知ってる方がいたら教えてください、ね、お待ちしてます。一曲にやろうと思ってる曲あるんだ、うん、まあ、今ちょっと言わないでおこうっとさて、今日お誕生日の方もしくは今日にお誕生日が近いよという方いらっしゃいますか？って言ってもなかなかね、うん、はいと言いづらい、ね、近いです、近いです。お近い誰？しょうまです。おっ、岩崎しょうまです。何、6月何 ?5 日。私と一緒。本当嬉しい。いや、一緒の人がいた。びっくりだね。岩崎翔馬。翔馬さん。うん。今何歳ですか？7歳。7歳。1年生？2年生。2年生。2年生。はい。うちの響きも2年生です。ねえ。しょうまくんは好きな食べ物何ですか？スパゲッティ。スパゲッティ。いいねえ。どんなスパゲッティが好きですか？何の味が好き？何が使って割れてるのが好き？カルボナーラ。カルボナーラ、いいね、おいしいね。へえ。そうか、カルボナーラが好き。カルボナーラ、どんなところが好き？ちょっとクリームっぽいところ？うん。うん。私もそう。そうかそうか。あと、何して遊ぶのが好きですか？鬼ごっことかサッカー。サッカーとか鬼ごっこが好きなんだね。へえ。そうかそうか。鬼ごっこはさ、鬼になるのと逃げるのとどっちが好き？逃げる。逃げる方が好き？逃げ足早そうだな。へえ、そうなんだ。あとは、好きなアニメとかありますか？好きなテレビ。ない。ない。ない。なるほど。ない。へえ。そうか。あ、そうだ。好きな、学校で好きなことって何？鬼ごっこ。鬼ごっこ。そうか。そうか。鬼ごっことか？サッカー。サッカー。そうだよね。早く思いっきり鬼ごっことかサッカーしたいね。学校始まった？ちょっとだけね。時々行ってる感じ？そうだよね。うちの子たちも時々行ってる感じっていうか、そう、来週からちょっとずつこう行くようになってくんだけど、しょうまくんのところは？来週からちょっと、ちょっとずつですね。ちょっとずつですね。一緒にいらっしゃるのはお父さんですか？あ、そうです。父です。こんにちは。
大和田豊先生と、はい、あの沼津西高校で一緒に勤めてました。あー、どうもどうもお世話になりましてそうです、はい、ありがとうございます。多分20年ぐらい前に、はい、富士宮東高校に勤めてたんですけど、はい、その時に彩子さんが富士宮東高校の体育館で行った行きました。行きましたね、行きました。へー、いやー嬉しいです、ありがとうございます。そうか、お父さん、翔吾くんはどんなお子さんですか？体を動かすのが好きですね。うんうん、やっぱりサッカー、鬼ごっことかそういうのが好きで、うん、そっか、ね、なんか走るのとか早そうですもんね。いいだね。うん、あ、大和田豊ですけど、一緒にスキーに行ったことあります。はい、あ、本当、へえ、うん、そうなんだね。そう、大和田先生と、そう、山梨に一緒にスキーに行きました。うん、あ、そうですか。あの岩崎先生ご一家みんなスキー上手で、私も一緒に混ぜてもらって滑りまくったんですけど、すごく楽しかったですよ。あ、いいな、うん、私も一緒に行きたいな、うん、ぜひ行きましょうぜひお願いします。ぜひお願いします。ではね、お誕生日が近い翔真くんに、私から即興で、本当どうなるか分かりません、もう一回やったら二度とできない、ね、歌をちょっと歌いたいと思います。私と一緒のお誕生日、ね、嬉しいです、ね、では聴いてください。ありがとうございました。ありがとう。じゃあ私、自分の誕生日の時にも、あの、翔真くんおめでとうってちゃんと言うのでね、はい、一緒にお祝いしましょう。お父さんも翔真くんもありがとうございました。ありがとうございました。すごいですね、親子さん。はい、もう二度とできない。二度とできない。世界に一つだけの歌。本当にもうね、柿島さんがね、びっくりしてね、桃色柿島っていう名前になっちゃった。名前が変わっちゃった。名前が変わっちゃった。戻ってこーい。さあ、こんな風にですね、緊急事態宣言が明けてもね、続けて行きたいなというふうに思っています、ね、6月も7月もね。で、来週なんですけれども、来週ちょっと私用事がありまして、時間を変更させていただきます。来週6月6日は午前10時からとなります。またね、ホームページ等でもお知らせさせていただきます。
では、一番最後の、変な音が出ちゃった、最後の曲になりました。ね、すごい急に気温の変化、ぐーっと暑くなっちゃったりね、急に雨降ってきたりとか、変わりやすいお天気続いています。ね、皆さんも体調に気をつけて、1週間お過ごしください。では、今日聴いていただきました。感謝の気持ちを込めて、最後、この曲で締めたいと思います。ありがとう、聴いてください。ありがとうございました。